スコットランドの名門セルティックのエースストライカー、元日本代表の古橋京吾29がイングランドプレミアリーグのマンチェスター・シティへ電撃移籍する可能性が急浮上した、米国メディアのザ・ースレチックが21日、同クラブが古橋の獲得を検討していると報じ、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリスト。 ファブリツロマーノ氏31も自身の X、旧ツイッターへ最初の交渉が今週に行われたと投稿したプレミアリーグを4連覇中の最強軍団はなぜ古橋に白羽の矢を立てたのか問題映像 NBA カリーの妻らがパリ五輪リ決勝後に会場外で警察とトラブった問題シーンヨーロッパサッカー界を突如として古橋の名前が駆け巡った前人未到のプレミアリーグ5連覇へ向けて 18日の2024-25シーズン開幕戦でチェルシーに2に対0で解勝したマンチェスター・シティがまもなく閉まる今夏の移籍市場で新戦力の獲得へ動いていて候補者の一人としてセルティックでの4シーズン目をスタートさせたばかりの古橋が含まれていると21日に報じられたからだ口火を切ったのは米国の総合スポーツメディアザ・ースレチックだったマンチェスター・シティが 新たなストライカーの獲得を検討している。彼らはすでにセルティックに所属する29歳の古橋京吾ともう一人の若手選手のどちらかに絞り込んでいる2021年7月にセルティックへ加入して以来公式戦出場135試合で73ゴールを挙げている日本人ストライカーは彼らの目に留まり古橋自身もシティへの移籍を望んでいる状況を考えれば個人的な条件は問題ない。